本番いきます。よーい。カメラ OK、音 OK、役者 OK。カメラ OK、音 OK、役者 OK。よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回なんですけども、新しくですねマウスを購入したので、こちら紹介していきたいと思います。まずそのマウスを購入した理由なんですが、今現在まで使っているマウスがですねこちらのマウスなんですが、このマウス自体はですねとても気に入ってるんですけども、このホイールの部分もうバカになってしまいました。もう下下がってんのにカッ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 なので、今回ですね購入するポイントなんですが、まず価格がお手頃なところですね。まあ正直ですね、まあ今のこのご時世できるだけあんまりお金扱いたくないので、一応まあこちらはですねゲーミングマウス的な感じなのかな。普通のやつよりかはちょっとかっこいい感じがいいかなという。はい。であとまあやっぱりその有線ケーブルですね。今まで監督が使ってたなんか無線系に関しては突然繋がんなくなってちょっとイライラする場面があったので、やっぱり有線ですね。ショートカットキーが使えるマウスということで、電気屋にですね早速行ってきました。はい。でこちらです。店頭で買ってきました。レビュー等を見ずにですね直感的にこれだなっていうものを買ってきました。こちらエレコムゲーミングマウス MDUX30BK。 まあポイントとしてはですね、イラストもやっぱりちょっと購入の決め手になりました。まあ、あと、金額的にもお安かったところです。はい。で、中を開けてみますと、こちらですね。はい。こんな感じになっております。裏側はこういう感じですね。はい。で、あと、やっぱり、このボタンが多いところですね。ショートカットキーを使いたいので、というところで、こちらに決めました。続いてですね、こちらももちろん同じく、有線ケーブル。では、早速、開けていきたいと思います。では、オープン!はい。マウス。DUX。 はい、こちらですね。こういう感じですね。以前と比べてコンパクトになりました。古いもので、こちらが新しく購入したものです。で、裏側はこんな感じですね。サイズダウンしておりますが、ボタンがですね4つついているところですね。読み取りはですね光学式センターというものが採用されております。重さがですね 113g ですね。はい。あ、こっちの方がやっぱり軽いですね。はい。で、そして今回言えば有線ですね。いや、でも高いマウスだとやっぱ無線でも全然使えるのかなと思うんですけども、ちょっとやっぱりですね、怖いので無線にしました。ケーブルの長さがこちら 1.5 なんですよね。ね、こんな感じですね。ボタンがですね、なんとこちら10個もついておりまして、上下のこのホイールも含めたら全12個もついている多機能マウスです。取扱説明書を見ますとですね、一般的なマウスの、8倍の通信速度があるということで、ちょっと期待しております。はい。でこちらですねキーを割り当てることによってですねショートカットが使えると聞いておりますので、こちらも楽しみですね。はい。であと付属品としましては、ユーザーズマニュアル、こういったペラ紙ですね。ドライバーのインストール方法が書かれております。はい。では早速ですねドライバーをインストールしてマウスを使っていきたいと思います。新しいマウスがですねもうすぐ使えますね。はい。ではそれではですねドライバーをインストールしていきたいと思います。ドライバーユーティリティ、そのまま進みまして、ダウンロード。はい。で入ってきたのでこいつを入れまして、はい、完了。 OK。 ではドドーン。こちらパソコンの画面でございます。 G の5ですね。この G の5は戻るにしようと、戻るボタンにする、登録する、この G の6を進むにしましょうか。進むボタンに登録しますと、余ってるのがこの G3 と4なので、音量上げるにし、G6 を押したら音量を下げるにし、なるほど、すごいな、すごいですよこれ。本当にパターンがたくさんできる。今はこのプロファイル1で設定されていますが、ここをですねカチッカチッって押すことによって次のプロファイル2に変わる、そしてもう1回押すことによって3に変わる、で4、5という感じで、それぞれにショートカットをですね設定できるという、もうまさにショートカット尽くしのマウスということになりますね。いやー、どうしましょう。とりあえずまあ編集ソフトの設定をですね入れるとちょっと組み込んでみたいと思います。はい。ではこちらがですねホイールがバカになったマウスです。あー、ほらなんか変ね、上がって下がってんー、なんか変だ、上がれ上がれ、あー、はい。で続きまして新マウスです。下がって、おー、すんなりいく、上がって、おー、いいね、下がって、いいね、上がって、いいね、最高。はい。でですねこの上のボタンを押すと
音量が上がります。そして下のボタンを押すと音量が下がります。これで今後このマウスだけで音量の上げ下げができます。続きましてこちらの手前側のですね、この2つのボタンですね、こちらまた下のボタンを押すことによって戻ります。画面が戻ります。でこちらを押すと進みます。この2つで戻る進むができます。この色をですね、青に変えると、これはですね、ショートカット専用ボタンにしました。この上の部分を押すことによって、ポン、コンピューターが出るようになりました。続いて、下のボタンですね、ここですね、押すと、はい、電卓が出るようになりました。でかいボタンを押すと、はい、普通のインターネットのサイトが出るようになりました。はい、というわけでですね、接続しました。いや、こちらのマウスなんですが、店頭購入しましたところですね、こちら3280円となっております。でですね、帰ってですね、このマウスをアマゾンで見たところですね、まあ、なんとこちらの金額。おい、マジかよ。まあ、情報を仕入れずに、とりあえずもう、これがバカになってたんで、いや、急を要するということでですね、おい。はい。で、ただですね、まあ、ホームページを見ましたところですね、公式サイトが6424円ということで、まあ、それよりも安く購入できたから、まあ、よしとしましょうか。はい。では、今回ですね、ゲーミングマウスを購入してみたということでですね、レビューさせていただきました。今後はですね、こうならないようにね、スムーズにですね、操作をしていきたいと思います。ショートカットがですね、今後どう活躍していくのかも、やっぱ気になるところですね。まあ、時間短縮やっぱり結構重要なところですからね。はい、というわけでですね、また次の動画で会いましょう。